こんにちは、今日は5月6日明日にブラス&マーチングフェスティバルを控えた、練習を今午前中1時間半くらい一応がっつりマーチングの動かしながら練習して、一応それなりにこういい感じに仕上がってきたので、あとはちょっとね、今俺がやった演奏を自分たちでもできるようにちょっと練習をっていうことでちょっと練習をさせてるところなんですけど、島影さんからリクエストいただいた、銀の竜の背に乗ってって僕知らなかったんですけど、全くちょっとリクエストにお答えしなきゃと思ってちょっと準備をしてきたんですけど、ちょっとねトランペットの音域でちょっと厳しそうなんです。今とりあえず元の曲がニャ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 でした。だからー中島さんだったらもう一度したんなのかな、ちょっとトランペットじゃちょっとねこれ下がちょっとあの音を変えて準備しますね。あの元の高さが、なんですけど、なんかちょっと今じゃ分かんないな。元の譜面が。なんですけど、これをトランペットですると、だからちょっと下げて、ゲームホールにしようかな。ちょっと吹きやすく音、
ございます、っていうメロディーをちょっとかなり違うけど、ちょっとこう変えるとトランペットで吹きやすくなるので、下掛さん申し訳ないです、あのなるべく元の高さで行きたかったんだけど、ちょっとあの音域的に無理なので音を変えて準備をしますので、もう少々お時間をください。今からちょっと頑張ってあの時間を見つけてやりますので、ちょっとまだこれ基本に言ってないので、基本が音を変えるの嫌だって言ったらまたその時考えますけど、とりあえず今ちょっと空いた時間、お昼休憩の間にちょっと今こうそういう作業をしたのでご報告でした、皆さんあのリクエストあのお手柔らかにコメント欄等でお願いします。はい、そういうわけでちょっと基本に隠れてちょっとリクエストに応える準備をしてみましたというご報告でした。また午後から練習頑張ります。ここからはあのコンサートもあります。13時30分から佐世保市文化市民文化ホールで教え子たちがコンサートするので、ご覧の方間に合えば行ってやってください。それでは失礼します。